山川、白銀回避。ソフトバンクは、主砲の山川穂高内野手が7年ぶり2度目となる1試合3本塁打をマーク。昨季まで在籍した西武の本拠地で、またしても大暴れしたが、なぜかヒーローインタビューに選ばれなかった。山川は1回の24号ツーランでチームに先制点をもたらすと、5回に25号ツーラン、7回に26号ツーランを放ち、1試合6打点の大活躍。今季のベルーナドームレギュラーシーズン最終戦で、3本すべてを西武ファンで埋まったレフト席に叩き込んだ。これで26本塁打、79打点となり、2部門で打撃タイトル争いを独走。8月は8本塁打とホームラン量産体制に入っている。しかし、ヒーローインタビューに選ばれたのは2番手で登板してプロ初勝利を飾った新人の大山良投手で、任されたところでしっかり結果を出せたのは素直に嬉しく思いますと喜びを語った。山川はベルーナドームで4月13日に2本の満塁本塁打を放って、古巣のファンから強烈なブーイングを浴びたことがある。その試合でもヒーローインタビューには選ばれなかった。自重というより回避。山川の3本目、打たれる予感あったもの。そしたら本当に打たれるんだものな。それにしても、ライオンズの選手ってバカばかり。そもそも鍋球が昔から頭悪そうだったからな。もう山川どうのこうのやめてくれ。西武ファンとして、山川が活躍した、カラザマーみたいな雰囲気はもう、うんざりだよ。ヒロイン決めるのは広報だから、そりゃ、ベルーナで山川をヒロインには出さんやろ。そもそも3発も打てたのは、何の力が働いていたのでしょうか。山川はやっぱり、ベルーナでのドスコイが似合うね。お立ち台に立って、古巣でホームラン打ててよかったくらい、言ったらどうだ、ビビってんのか。プロ、初勝利の方が呼ばせてあげたいでしょ。これだけやられ倒してるのに、ブーイングするやついたらみっともないね。ちょっと打ちすぎたんで、古巣のファンを刺激しないよう断ったんでしょうね。所沢でヒロインとなれば、西武ファンが大暴れして、球場は混乱するだろう。人間性はどうでも、本塁打打てば認められる世界で、その才能とずぶとさが羨ましいぜ。